はい、どうも、酒好きのも、元新潟人のユッキーです。今回は、梅酒をですね、6年ぶりぐらい、あれ5年ぶりぐらい、いいね、つけようと思いまーす。まず用意しますのはこちら、氷砂糖、1キロですね。これ1キロ。と、あと、青梅。なんか、新潟だとね、高かったんですが、東京だとですね、安かったです。1キロ400円でね、購入いたしました。青梅ね。青梅くんを、1キロね、じゃーんということで。もうすでに、ヘタは取ってある、あり、4時間ぐらいね、なんだっけ、アク抜き、水にまあさらすと。で、まあ、あと洗うっていう工程がね、まあもうすでにやり終えた。ということで、まあ、青梅1キロ400円と激安だったんで、とりあえず2キロ買っといたんですけど、まあこれ1キロ使います。で、アルコール消毒した、こちら、5リッター瓶、これが600円ぐらいで購入しました。5リッター瓶ですね。5リッターです。まあ、4リッターでもいいと思うんですけど、とりあえず5リッターね。まあ、なかったんで、ね、仕方なく5リッター。5リッター瓶を購入いたしました。で、まあ、手順としましては、あともう一個あるか。焼酎。ホワイトリカー、ホワイトリカーが、これが 1.8 リッターで、値段が、これは1000円ぐらいか。1000円ぐらいで買いました。よし。まずは、これを下に敷き詰めてと。梅を下に敷き詰めてと。まあ、こんなもんです。で、氷砂糖。氷砂糖と、梅をね、まあ、ググればすぐ出てくるんですが、とりあえず、まあ、交互にね、入れると。いうことで、交互に、氷砂糖。ちなみに氷砂糖は400円で売ってました。まあとりあえず1年ぐらい熟成させて、まあ置いといて、まあ食べる。まあ本来は半年で飲めるらしいんですけど、まあ。そんな薄い状態で飲んでもあんま美味しくないんです。で、また青。あとなんか、某サイトだと、なんか凍らせて、青梅を凍らせて、やる人が、まあ、いるんですけれど、凍らせて、一晩凍らせて、冷凍庫の中に入れとくと、まあ、なんか出やすいとか、まあ、エキスが出やすいとかって言うてますけど、まあ、僕は、まあ、それはやりません。まあ、なんでかっていうと、濁りの原因になる。おそらく濁るんですよ。おそらく濁っちゃうんだよね。
で、ちなみに今回は、梅酒だけじゃなくて、梅シロップもね、作りたいと思います。これがね、そういえば、以前、8リッター瓶ぐらいでね、普通の梅酒を作ったんですけどね、全部、お釈迦になってしまってですね、上から、ロフトの上からね、物を落下させてしまって、それの下にはね、ちょうどね、その梅酒があって、瓶ごと全部、お釈迦になった。非常に苦い出来事が。よしと。まあ、こんなもんでしょうね。よしと。まあ、こんなもんで。まあ、結構ありますね。あ、そうだ、忘れてた。で、あと、これで作るとあれなの。ホワイトリカーも入れないといけない。このままでやったらあれだ。梅シロップができちゃう。ホワイトリカーを注ぎます。まあ、ぶっちゃけ本当は4リッター瓶でも余裕なんですけどね。ホワイトリカー。どごどごーっと。4リッター瓶でも余裕なんですけど、4リッター瓶が売ってなかったんで。結構余裕ありますね。5リッター瓶だとかなり余裕が。こんなもんですかね。だいぶね、ここは今ここですから。ここまで。約6割ぐらいしか、染みないというか、入らない。だから4リッター瓶でも余裕ですね。だから、うん。この分量だったら4リッター瓶でね、作った方が、普通の人はいいと思います。逆にこれの倍の量で作ると、溢れるんで。まあ、1.5 倍の量ならいいんですけど。まあ、ちょうどいいあれがないんで、ね。まあ、4リッター瓶を買えっていう話なんです。ということで、これで蓋を閉めて、ね。これで、出来上がりと。よいしょ。よし。はい、これで出来上がりでございます。簡単でした。うん。まあ、飲めるのは、あと1年後ということで。来年です。来年を、目処に。飲んでいきたいと思います。よしと。まあ、次はね、梅シロップ作ります。それではご視聴ありがとうございました。